い、皆さんこんにちは、かとみかです。本日の企画は5ヶ月ぶりの、メイク企画です。はい、ということでね、5ヶ月前にも私の毎日メイクをちょっと紹介させていただいたと思うんですけども、メイクをね、やっていきたいと思います。ということで完成しました。この後説明すると思うんですけど、松井くん話したから、あとシャドウ、シャドウだね。あと多分その日の気分とかテンション感ですけど、眉毛も若干濃い気がします。あ、多分濃いかも。太めということで、そんな私の毎日メイクを見てってください。それではどうぞ。はい、ということで早速メイクやっていきたいと思います。頑張ってるな。ちなみにもうカラコン入ってます？カラコン入ってます。いつもの。そう、あ、そういつもの、あのトゥインクライズのブラウンベージュですね。一番パキッとするやつです。で、皆さん聞いてください。私今2年ぶりぐらいに松江粉をつけたんですよ。キャー、どうした？どうした？で、つけた理由は特になくて、なんか本当になんか髪の毛染めてて、なんかちょっと時間早く終わったからなんかしよっかなと思って、ノリであのそこら辺の松江粉屋さん予約してつけてみました。ただやっぱり、やっぱ自分はつけまがいいなっていう風に改めて感じさせられました。ってことで、本当に最新のメイクはマジで松江粉なんで、松江粉のメイクをやっていきたいと思います。ってことで始めていきますね。まず最初に、メイクアップフォーエバーステップ1プライマーダルネスレイザーメイクアップベース、顔全体塗れたら、次はですね、はい、リオン の, あのメイクの動画でも出てきた、マックのスタジオフィックスマッティンファイヤーシャン、はい、ファイヤーじゃない、ファインシャインコントロールプライマーメイクアップベース。こちらはマットにしてくれるやつですね。はい、ということで次にファンデーションを塗っていきたいと思います。メイクアップフォーエバー HD スキンファンデーション 2Y20ね、4点置きでパフで伸ばしていきます。ここから、赤みをね消していきたいと思います。もう私といったコンシーラーはメイクアップフォーエバーのこちらですね、マットベルベットスキンコンシーラー。これで一撃で多分赤み消せるんで、シミ、そばかすも消えるんで、ほんと使える。小鼻のこの赤みとかもこれで消します。こんな感じに塗って、またパフで、伸ばすと叩いていくって感じです。そしたら、いつも使ってるマックのこのパフで、しっかり押さえていきます。そしたら、私ここのね、産毛がすごいんで、先にシェーディングを入れたいです。シェーディングがこちら、MAC の、ミネラライズナチュラルミディアムディープっていう色。このね、ハゲみたいな、産毛みたいなのがすごいんですよ。で、ここにこうシェーディングを入れると、小顔効果になるので、このままフェイスラインにも入れていきます。隠しきれるのにもちょっと限度があるんで、こちら、マモンドパンパンヘアシャドウってやつで、こうやって取れるんですよ、これを。そしたら眉毛をね、描いていきます。とりあえず眉毛をファンデとか乗っかってたんで、そのお粉とかを一回落とします。そしたら、いつも使ってるケイトのデザイニングアイブロウ3DEX ライトブラウンですかね、を取って、薄そうなところに色をのっけていきます。で、そのまんま取って、この辺からオリフカリ見せたいので、ノーズシャドウは結構ガッツリ入れます。バイマスカラを塗ります。ヘビーローテーションですね。これはアッシュグレーです。髪が今ちょっとトーンとして暗いんで、眉毛も暗めで。はい、そ
実は眉毛完成で、アイシャドウですね、こちら MAC のスモールアイシャドウウッドウィンクというカラーです。アイホール全体にとりあえず塗ります。そしたら次にこちらドリーミービームズってやつ塗って、でそしたらアイライナーを引いていきます。こちらですね、メイビリンさんのシャープアイライナーブラックです。これを引きます。アイライナーが引けました。そしたら、下まつげをねやっていきます。下まつげをビューラーで下げます。エレガンスのカールラッシュフィクサーマスカラ下地を塗ります。これね、あのカールがね取れないんですよ。これを塗るとまつげが伸びるというよりかはカールをキープするっていう感じですかね。はい、マスカラ下地を塗っていきます。キスミヒロイメイクのカールキープマスカラブースですね。はい、塗ったらマスカラですね、デザビブラックです。はい、塗れました。こんな感じ。はい、そしたらさっきのアイシャドウね、アイホール全体塗った方のこちらなんだっけ、ウッドウィンクの方を下に塗ります。はい、そしたら逆に今度はあの締め色で使ったこちらのビームズっていう色を目尻で塗ったら、次にこれクリオのこの真っ白の部分を取って、ただ今度このラメラメのやつで目頭を、そしたらハイライトですね、ディオールのハイライト、これは002番。そしたらハイライト2色、2色使いします。こちらの MAC のグローバルグローのハイライトを取って、これゴールドミノアルハイライトです。そしたらチークですね、ユーモアミーです。チークはこの前切れそうだったんで新しく買い足しました。はい、そしたら最後にリップを塗っていきます。こちら MAC のウォッシュピットっていう色、あれクリスマスコフレです。 MAC のなめらせるかわいいケイトのこれ一番濃いやつで、ここ濃くなせてた。はい、てってれーん。はい、ということで完成いたしました。イエーイ、ふう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 。やっぱ編集部からは、うん、きれいめになっちゃってますね、ギャルじゃなくて。ああ、なるほどね、やっぱつけま大事だね。まつげが薄い、チャレンジしたのは失敗だね。まつげ期間とか入ったらね、確実にげんげんにつけまに戻して髪の毛も、まあ、キンキンで挑みたいと思いますってことで、メイク出して戻すと、まつげくっていうところがあったのと、あとアイシャドウね、粒子が細かいラメのやつにしてちょっとトラっぽい感じになったのかな。それだけだね、変えたのは。特にメイク方法とかもハイライトもチークもベースもそんな変わってないです。じゃあぜひ皆さん真似してみてください。はい、今回もこの動画を見てください、ありがとうございます。このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、カトミカでした。バイバーイ。